神戸居留地海岸通1872年、横浜本町通り、長崎米国領事館外国人居留地は、政府が外国人の居留を呼び、公益区域として特に定めた一定地域を言う。近代日本では、江戸時代幕末の1858年に締結された日米修好通商条約など、欧米5カ国との条約により、 開港場に居留地を設置することが決められ、条約改正により1899年に廃止されるまで存続した。単に居留地とも言う。横浜居留地フランス海軍病院横浜居留地、英国仮公使館鎖国時代の長崎に設置された、出島や、東寺に屋敷も一種の居留地と言える。出島のオランダ人や、東寺に屋敷の、清新国人は緑に、 長崎市外へ外出することは許されなかった。1854年の日米和親条約では、米国商船の浸水供給のためしもだ、函館の二港が開港され、日英和親条約では、長崎と函館が英国に開港されたが、外国人の居住は認められなかった。その後、ロシアやオランダと締結された和親条約も同様である。江戸幕府は、 安政年間に1858年の日米、就航通商条約をはじめとして、英国、フランス、ロシア、オランダと就航条約を締結した。これを安政の5カ国条約と総称する。この条約では、東京と大阪の海市、及び、函館、神奈川、長崎、兵庫、新潟の5港を開港して、外国人の居住と貿易を認めた。 実際に開港されたのは、神奈川塾の場合は、街道筋から離れた横浜村であり、兵庫津の場合も、やはりかなり離れた神戸村であったが、いずれにしても開港上には、外国人が一定区域の範囲で土地を借り、建物を購入し、あるいは住宅倉庫商館を建てることが認められた。居留地の外国人は、居留地の従理司方への外出や旅行は自由に、 行うことができた。条約上は、領事裁判権を認めただけのものであり、居留地内の外国人も、日本の行政権に従う必要があった。だが実際には諸外国とのトラブルを避けるため違い、封権的取り扱いがなされ、関税以外の租約は徴収されず、また外国人商人の外出には、日本人の護衛がつけられることが通常であった。 日本人商人との貿易は、居留地内に限定された。これが、居留地の始まりである。居留地は、外国人を一箇所に集めておけるので、日本人との紛争防止に役立つなど、日本政府にとって便利な面もあった。反面で、やはり違い法権、領事裁判権を認める、不平等条約の落とし子であり、国家的な対面から容認できないものであった。 このうち、欧米列強側の維持費の都合から、長崎では1876年に居留地の返還が行われ、横浜でも1877年に日本側の行政権が回復して、事実上撤廃されたが、他の居留地は依然として継続された。このため、明治政府は条約改正に努力したものの、逆に国水主義者の一部には外国人を 居留地に閉じ込めて、日本の伝統、文化を守るべきだという対外交運動も起きて、複雑な展開を見せることもあった。だが、条約改正の実施に伴って、1899年各地の居留地は一斉に改修された。居留地が置かれていた都市の港は、居留地時代に大きな発展を遂げ、特に神戸は、上海、香港をしのぐ。 東洋最大の港へと飛躍していた。これ以降、外国人は内地雑居を認められて、旅行制限も解除された。ただ、横浜、神戸においては、旧居留地を中心とする貿易が続いていた。聖三一大聖堂東京は開港上ではないが、開始場に指定されたため、1869年に、築地鉄砲巣に、外国人居留地が設けられた。 今日の中央区赤市町一帯の約10ヘクタールである。しかし、横浜居留地の外国商社は、横浜を動かず、主に、キリスト教宣教師の教会堂や、ミッションスクールが入った。このため、青山学院や女子学院、立教学院、明治学院、女子生学院、双葉学園の発祥地となっている。また、アメリカンスクールインジャパンの発祥地にもなっている。 現在この地区のシンボルになっている、聖路加国際病院も、キリスト教伝道の家庭で設けられた病院が、前身である。また、外国交換も多く、1875年に、アメリカ合衆国公使館が設置され、1890年に、現在の赤坂に移転するまで続いた。築地に置かれた、公使館やキリスト教会の母国は9カ国に達し、 最盛期には300人以上の外国人が暮らした。英国人宣教師ヘンリー・フォールズが日本人の母音の習慣などから世界でも先駆的な指紋の研究を始めたり、平野富士が活版印刷所を起こしたりするなど近代文化、産業の発信地となった。築地居留地は1899年の違外法権撤廃,廃で法的に廃止された。 立ち並んでいた洋館も1923年の関東大震災で全て失われた。横浜外国人居留地地図横浜海岸通り1904年諸外国と締結した修好条約では開港場は神奈川となっていたが、東海道筋の宿場町である神奈川塾では日本人との紛争が多発すると懸念した幕府は勝手に街道筋から離れた。 偏僻な横浜村に開港場を変更してしまった。オールコックラ英米外交団は条約の規定と違うと強行に抗議したが、幕府は横浜も神奈川の一部であると押し通した。横浜馬車道周辺2006年横浜港は1859年7月4日に正式開港し、まず山下町を中心とする山下距離打ちが4年で完成した。 横浜居留地は、幕府が勝手に造成したため当初は、日本風の作りであったが、1866年の大火、豚屋火事の後、洋風に改められた。この復興工事は、幕府から明治政府が引き継いだ。居留地は、掘り割りで仕切られていて、入り口にある橋のたもとには石書が設置されていたので、館内居留地とも呼ばれる。その後、外国人人口が、 さらに増加したので、1867年には、南側に山手居留地も増設された。山下居留地は主に外国商社が立ち並ぶ商業区域となり、山手居留地は外国人住宅地となった。現在観光コースになっている山手本通り沿いにある数棟の西洋館は、旧イギリス7番館を除けば、 すべて観光資源として、昭和時代以降に建築されたものか、よそから移築されたものである。横浜居留地にあった、外国商社としては、ジャーディン・マッセソン商会、デント商会、サッスーン商会、ウォルシュホール商会、コーンズ商会、アダムソン商会などがあったほか、横浜発の英字新聞、ジャパンヘラルドの印刷発行書などもあった。 1859年7月時点で50名近くの外国人が居住したと言われ、イギリス人が最も多く、そのほとんどが新天地日本との貿易で一攫千金を狙う商人だった。1863年には西洋人だけで約170人がおり、半数近くがイギリス人だった。開港当時の様子を描写した。 著作のあるアーネスト佐藤は、オールコックと思われる、ある外交官が、居留地の外国人社会を、ヨーロッパの吐きだめと称したと記し、商人と公的に派遣された役人との仲は悪かった。横浜の外国人は、イギリスついで、アメリカ、ドイツが多く、ドイツ系の商社には、アーレンス商会、イリス商会、シモンエ・バース商会、カール・ローデ商社などがあり、ドイツから、機械や、 軍事品、化学製品等を日本へ輸入していた。当時、外国人の行動範囲は、東は、玉川、北は八王子、西は、佐古川であった。1862年夏、川崎大試験物のため乗馬していた横浜居留地の、英人、男女4人が、生麦村で、薩摩藩の大名行列に切りつけられる、生麦事件が起こり、幕府を侵犯させた。 居留地周辺は、幕末には、上位浪人も出没して、外国人殺傷事件が、しばしば起こる物騒な地域であった。居留民保護のため、1875年までは、英仏軍隊も駐留していた。1872年には、イギリス人のエドモンド・モレルの指導により、新橋横浜間に鉄道が開通した。当時の横浜停車場は、居留地を出て、 すぐのところであり、新橋停車場は、築地居留地の外縁にあった。つまり、日本最初の一般営業鉄道は、横浜居留地と築地居留地をつなぐものだったのである。また下岡連城が走らせた乗り合い馬車も、同区間にあった。横浜居留地は、1877年に、日本側の行政権が完全に回復した。山下の居留地完成から14年後、 山手の居留地増設からわずか10年後のことである。なお、返還自体は、他都市と同様に1899年7月17日である。居留地時代に創設された川口キリスト教会1868年、神戸、東京と同時期に開校、開始した大阪に設置された外国人居留地で、川口は、 大阪市街へ遡上する二大航路の安治川と木津川の分岐点。大阪居留地、大阪川口居留地とも呼ばれる。当時の大阪港であった安治川砂岩の富島は、河口であったため大型船が入港できず、貿易将らは早々に神戸港へ移転。代わって、カトリック教会の宣教師らが定住して、教会堂を建てて、布教を行い、その一環として、 多くのミッションスクールを創設した。木津川対岸の江ノ小島は、明治、大正時代の大阪府及び、大阪市の行政の中心地であった。明治初期の神戸居留地江戸幕府は、天皇の居住する京都に近い機内は、上位気分が強く情勢不穏であるとして、兵庫開校を伸ばしに伸ばしていた。このため、神戸校は、 条約締結から10年を経過した1868年1月1日に開港した。神戸何は町筋2006年神戸海岸通り2009年日本人と外国人の紛争を避けるため、開港場や外国人居留地は当時の兵庫市街地から3 5トルも東に離れた神戸村に造成された。東西を川に挟まれた土地で、 外国人を隔離するという幕府の目的にかなう、地性であった。幾田神社の門前に、小さな集落があったものの、兵庫より格段に、小規模だった。ここに、イギリス人土木技師、JW ハートが、居留地の設計を行い、格子場街路、街路樹、公園、街灯、下水道などを、整備、126区画の敷地割りが行われ、同年七月十四日に、 外国人に対して最初の敷地競売が実施された。全区画が外国人所有の地外保権の土地であり、日本人の立ち入りが厳しく制限された事実上の疎開である。この東洋における最も美しい居留地とされた生前たる区画街路は王子のまま現存する。神戸居留地では外国人の自治組織である居留地会議がよく機能し、 独自の警察隊もあった。競馬場については、1868年に居留地の北の幾田神社の東に開設されたものの数年で廃止されている。長崎、横浜においては1870年代に日本側の行政権が回復していたが、神戸において日本側の行政権が回復したのは、各地の外国人居留地が日本に一斉に、 変換された時と同じく、不平等条約改正後の明治三十二年であった。神戸市街地は、第二次世界大戦中の九百四十五年に、神戸大空襲を受けた影響で、現在の神戸市役所西側一帯にあった、居留地時代の建物で残っているのは、旧居留地十五番館が唯一で、多く残る近代ビル建築は主に大正時代の、ものである。ただ、 居留地が手狭になったため、1880年頃から、六甲山麓の重要伝統的建造物群、保存地区である北野町、山本通付近に、多くの外国人住宅が建てられ、戦災を免れた。これが、今日の神戸維人館である。長崎市大浦居留地通り、大正時代、鎖国時代から貿易港として機能した、長崎港は、1854年に、 国際開放された。この時は来航する外国船に浸水を供給する程度であったが、1859年に本格開放され、1860年から大浦一帯の海岸が埋め立てられて、居留地が造成された。1870年完成。グラバー堤を中心とする東山州、ナム山で一帯である。 江戸時代から日本唯一の対外貿易港であった長崎の居留地には当初多数の外国人が押しかけて繁栄したが明治になると長崎居留地はそれほど発達せずむしろ普段は中国大陸の上海を中心とする疎開に在住した欧米人の保養地として賑わうようになった居留地の海岸に近い方には貿易のための召喚や倉庫が建造され 中ほどには、ホテル、銀行、病院、娯楽施設が並んだ。眺望が良い東山手や南山手には、洋風住宅、領事館が建てられた。また、近隣に、雲仙温泉を控えていたことも彼ら欧米人に、とっての保養地としての魅力を増すこととなった。今日でも、オランダ坂に代表される石畳の販路や点在する。 洋館などに居留地時代の雰囲気を残す。長崎市では毎年9月中旬に居留地祭りを開催している。函館は1854年から米国船の帰港が認められ、1859年正式開港元町一帯が居留地と定められた。1868年には幕府反乱軍が函館を占領し、五両閣で、 箱館戦争が起こっている。諸外国は中立を守った。箱館の居留地は、ほとんど有名無実で、実際には、外国人は、市街地に雑居した。現在も赤レンガの倉庫やカトリック教会、聖教会の教会堂が残る。日本海側の新潟港は、江戸時代に北前船の寄港地として発展し、1868年に、対外開港した。 外国人の来住が少ないため特に居留地は設置せず市外に雑居することが認められた。外国商人たち、函館、横浜、長崎開港後まもなくゴールドラッシュと呼ばれる奇妙な現象がブームとなる。世界的に金銀の日課は1時15分であったのに日本では1、5であった。つまり日本では金が安く銀が異常に高かったのである。 このため、中国の条約港で流通している銀貨を日本に持ち込んで金に両替し、再び中国に持ち帰り銀に両替するだけで一攫千金濡れてでワの利益が得られた。商売を禁止されている外交官でさえこの取引を行ったとされる。事態に気づいた江戸幕府が通貨制度の改革に乗り出す頃には大量の金が日本から流出し、 江戸市中は猛烈なインフレーションに見舞われていた。政治的緊張が続く幕末には武器や軍艦が日本の主要輸入品となった。武器商人トーマス・グラバーが長州藩や薩摩藩を相手に武器取引を行ったのは長崎であった。明治になっても近代化のために最新の兵器や機械の輸入は続く。 これに対して日本が輸出できるのは日本茶やキートくらいしかなかった。貿易赤字は金銀で決済するしかない。このため、富国強兵を掲げる明治政府は、食産工業に力を入れ、富岡製糸場などを建設していくとともに、日本人が海外に出て直接取引を行う自家貿易を施行していく。開港上の居留地は、 長く鎖国下にあった日本にとって西洋文明のショーウィンドウとなり文明開化の拠点であった西洋風の街並みホテル、教会道、洋館はハイカラな文化の象徴となるこの居留地を中心として横浜、神戸の新しい市街地が形成され浜っ子、神戸っ子のハイカラ文化が生み出されることになる横浜居留地では 1862年から1887年まで25年に、わたって、ジャパンパンチが発行された。この雑誌は、イラストレーテッドロンドンニュース特発指人として、来日したチャールズ・ワーグマンが出版したもので、風刺漫画で有名である。ジャパンパンチによれば、当時人口2000人ほどの居留地外国人の、楽しみは、ネギシ競馬場での競馬観戦であり、テニスや、 ラケットボール、クリケット、野球も人気があった。多くのスポーツ競技も、居留地から日本に伝わった。このほか横浜、神戸、長崎では、英字新聞も発行されている。また、日本の発達した軽技や手品は、居留地の外国人を驚かせ、人気を集めた。サーカスのパフォーマーだった、アメリカ人のリズリーは、 日本での乳製品販売に失敗して帰国する際、日本の人気系技師や手品師の一座を引き連れ、欧米で興行し大成功を収めた。居留地競馬時代の横浜競馬場を1861年から横浜居留地内で居留外国人によって西洋式の競馬が行われるようになり、1866年に根岸競馬場が建設された後は特に盛んとなった。 また、1868年から数年間、神戸居留地でも、同様の競馬が行われた。このような競馬を、居留地競馬と言い,い、採用された、競技方式の面において、現在の日本競馬のルーツであるとされる。居留地に暮らす、西洋人は多岐にわたったが、多くは、商人で、そのほとんどが35歳以下の男性が占めていた。 イギリスから派遣された役人たちにとっては、商人とは教育のないやしい種族であり、東洋に来るような人間は、母国で失敗した者たちであるという偏見があった。また、欧米では、被差別対象者であった、ユダヤ人も商人に多かった。ラザフォードール・コック中日英国大使は、居留地の商人たちのことを、ヨーロッパのクズと呼び、クリストファー・ホジソン英国領事は、 欲深なハゲタか、世界各地からのハレンチの見本と呼んだ。実際、文網や教育程度の低い商人も多く、こうした偏見は、居留地の西洋人社会に広がっていた。階層や出身国などで、小さなコミュニティがいくつも作られ、そやな商人や、新参者を除外するため、厳格な社交の作法や手順を設けて、部外者を締め出した。 同じ商人でも、事務所を構えるような商人と商店の商人とは、線引きされ、感激のような楽しみの場でも、役人や牧師、老舗の商人といったエリートたちが集まる日と、その他一般人の日は分けられていた。横浜、神戸、長崎では、居留地の中に、中華街が形成され、日本三大中華街に発展した。これは、当初来日する、外国商人は、 中国の開港場から来るものが多く、日本は漢字が通用するので、中国人売弁が通訳として同行してきたためで、ある。その後に日本と中国各地の開港場に定期線航路が開けると、中国人商人が独自に進出してきた。中国人もオランダ人同様、長崎東人屋敷で長年日本貿易を行ってきた歴史がある。神戸に進出した家境は、 富裕な貿易商が多く、彼らは北野町とその西に今日構えた。これが神戸の官邸病が例外的に中華街から離れた山手の住宅地に存在する理由である。大阪の川口居留地周辺には居留地廃止後に家境が進出したが、現在は数世帯の子孫を残すのみとなっている。横浜に進出した家境はその大半が 飲食業を営んだために中華街の面積が大きくなった。ありがとうございます。